さあ今回もクアリ続きやっていくか。満月だな相変わらず。ローラ視点か。ライアン噛まれちまったからな。まあ噛んだんだけど自ら。少しでいい休もう。まだ治癒してない感じか。すぐ良くなるから。ああ私の方はかなりいい感じ。何をする、やめろ。え、なんだ、いい匂い。変身か。大丈夫、なんとかしてクリサーケットのとこに行かないと。やべ、時間ねえな。もう逃げるって手もあるんじゃないのか。もうやだ、追われて刺されてさ。うん、逃げ道もね。 OK OK、 逃げるか戦いに行くか。まあそんなん初めから決まってんだ。逃げる一択。お、なんだこれ、注射器。うん、それはこっちでいいみたいよ。離れないで。お前の顔がよく見えるようにってか。なんだこれ、何の注射器これ。え、怖怖すぎでしょ。急にこんなとこに散らばる注射器。他にはこっちのも何もないか。ここ結構暗いね。てかね、僕が見てる視点と皆さんの見てる視点、若干ね画面の暗さが違うんだよね。動画の方が若干暗いんだよね。最近気づいたんだけどさ。気づくの遅くね俺。もう実況9年やってんだけど、このソファー座れない。怪しい、座れないのにこんなに存在感を放ってるソファー、怪しいですね。一番怪しいかも。こっち行けない。ここどこなんだ。でか、お、ムービー。いや、インちゃん普通に今のは。え、いや普通にいる、普通にいる。多分、まさかハケットさん。おお、繋がれてる。なるほど、自ら繋いでんのかな。やばいよ。意味ねえじゃん。マジかよ。え、嘘でしょ。おお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 おライアン、お願い、今だ。なんだなんだなんだ落ちてきてここに来たってことか。うわー、マジかよ。ローラ、あー、生きてるか。銀星か。銀星、え、でもローラがやられる。マミン、銃を。うわー、どうしたらいいんだ。おっ、やばいな。おいおい、そんなスタスタ歩いていくな。あ、ボビー頑張れ、ボビー。オロゴン、え、人ってこんなに簡単にもう死んでいくの。いや、撃つべきだよな。え、これこれクリス・ハケットさんだよね。ローラか。こっちか。あ、こっちがローラだよね。あっぶねえ、戻ったか。あ、銀星じゃなくて鏡だったと。終わったのか。ありがとう、その殺さないでくれて。ああ、そっちも。で、これでみんな治るんでしょ。
は？え？ああ、これで終わりだと？とんでもない。分岐確定。ハケットさんは死んだじゃないか。うん。発端はクリスじゃない。誰？そんなバカな。ケイレブ。ケイレブ。兄だ。君が撃ったケイリーの。どこにいんだ？ケイレブがクリスとケイリーを噛み、クリスは二人を守ろうと。クリスはいいやつだったんだ。じゃあケイレブの前は？サイラスだ。ずっと探している。だが今はどこにいるのか。奴さえ倒せば全てが終わる。真っ白な狼ってだろ。海の方で見たというものもいるが、凶暴で真っ白な巨大な狼だ。海？白狼。おい、まさか。どこだ？どこで見た？ちょっとやめて。数時間前に見たっけ？なるほど、わかったぞ。辻褄も合う。戻ってきていたんだ。なるほど。君の車にぶつかったのも奴だ。力を借りたい。ケイレブはまだ助かる。残された最後の家族だ。そう、生きているなら救いようはある。怪しむ非常。どっちもどっちもまあ協力しない感じの選択だけど、まあ、信用できるわけないでしょっていうか。信用すると思う？しなくても構わない。だがこれで終わるんだ。サイラスをやればみんな元通りになる。少なくとも生きているものは。なるほどね。で、超法規的措置。居場所ならトロフィーが毎回空気読めてないんだよな。じゃあ行こう。お、分岐更新。言っとくけど、あなたを許したわけじゃないからね。だろうな。まずローラをシャワー浴びてくれ。いい加減何か着させてくれない？シャワー浴びてからな。でもさ、あそこでハケットさん倒さなかったらライアンに絶対やられてたもんね。お、おばあちゃん。あと少しであの憎い一家を皆殺しにできたのに。どうしたどうした？しかじるなんて。え？おばあちゃん？まあいい、時間はある。おばあちゃんなんか怪しいな。諦めることはないさ。過去は過去だ。未来に目を向けないとね。おばあちゃんなんか怪しい。あ、そっか、カード2枚。太陽。太陽。新たな一日の活力、生き延びて暖かな朝を迎える望みはまだあるさ。選択と行動、この組み合わせに全てはかかってるよ。そうだね。闇の中で道を見つけ、もう一度太陽を拝めるか、それはお前さん次第だよ。めっちゃいいカードだな、見たいな。え、なんか今の表情なんだ、おばあちゃんの。あ、何？どこで？え、見つけたんだい。え、何？なんでこれが。え、あの子は十分苦しんだのにあんまりだよ。え、あのかわいそうな子だよ。あいつらが何をしたの？え、何、強制的にこっち？え、何何何何何？え、太陽見せてよ。エライザ6年前。何これ。え、エライザっていうの、おばあちゃん。え、いたんだ火事の時。なんでこんなことを。なんでこんなことを。え、
ねえ、見れる見れる。おばあちゃんの孫だったのか。やっぱこのおばあちゃんが、このおばあちゃんがだからハケット採石場の老婆、そしてサイラスがここで焼かれたんか。なんてことだい。サイラス、私の坊や。だから憎んでんのか、ハケットの一家。歩けるサイラス。おお、爆発するんじゃない。大丈夫か、おばあちゃん。逃げて、おばあちゃん、逃げて、おばあちゃん。うわ、まさか。やめて、やめて、避けろ、避けて。危ねえ。サイラス、暑いでしょ。いや、そんなフーフーしても冷めないって。あ、え、あの警察官のバッジ。あー、これで見つけたのか、ハケット一家ってこと。なんだそれ。待っていて、サイラス。すぐに見つけてあげるからね、サイラス。サイラス。いや、人狼になったってことかな、サイラスが。今のはサイラスじゃなかったのか。人狼になってどこかにさまよってるから、おばあちゃんも血を塗って見つけに行くってこと。そのカードがこれだと、とんでもないカード拾ったな。あ、今狼が鳴いてた。サイラスか。あんまりだよ。え、かわいそうな子だよ。あいつらが何をしたと思う、うん、ひどい仕打ちさ。あの子は今もさまよってる。あいつらは満月のたびに銀の武器であの子を狙うんだ。呪いを解くためね、6年前私の一座を焼いた時、勝手に呪いにかかっておいてだよ。なんて間抜けなんだい。呪い。ハケットサイラスは、私の白狼は守ってやらなくちゃ。お前さんの道は別だよ。え、サイラスがその白狼ってこと。ずいぶん助けてやったじゃないか。これまでの恩を忘れるんじゃないよ。え、太陽のカード見せて。ちょ、おばあちゃん、おばあちゃん、俺が拾った太陽のカード見せて。チャプター9始まった。マックス、え、マックス視点。え、お、お、びっくりした。人間か。人狼動かせるのかと思った。ついにキラー側できるのかと思った。なんで人間に戻れば。What？ え、なんだこりゃ。なんだこりゃじゃないよ。なんで木の上にいるんだ。いやいや、ローラ、自分が人狼になれる時の記憶ないのかな。違う。やばい、一番まともマックスが。どうやって降りるんだよ。やばい、一番共感できる。あ、このゲーム登場したキャラの中で一番共感できるわ。降りられた。よかったな。さあ、ここにも海パン一丁な男がまた一人、ここジェイコブ2世がいる。
あ、思い出したか。一応記憶はあんのか。待って、これエマが、エマどうなった。エマこれ人狼になってるもんね、カンだから。え、これどうなんの、これエマと出会ったらどうなんの、これマックスが。服はどこだ。服はどこだじゃないでしょ。でも人狼同士で攻撃はし合わない。いや、するもんね。ライアン構われてたけど攻撃されそうになったもんね、ハケトさんに。なんだ勘弁してくれって。よし、ローラはどこだ。これは勘弁してほしいな。これは勘弁してほしいね、マックス。ローラはどこだ。ここも調べたもんな。同じもの調べてる。ハービンジャーモーテルに行けばよかったな。そうだな、ちゃんと言っとけば。一番最初にあの選択をミスらなければ全てが始まってなかったかもしれない。え、誰か倒れてるよ。おいおい、いや気づくの遅。エマだよ、エマだ。エマ、まさか。え、エマだよね。スマホ、ユーチューバーエマだからな。何が残ってる。思わず息をしてしまう。そんな字幕いらん。あ、襲われたシーンが映ってるのか。うわー、マジか。これ今助からないのか。調べられるけど。あー、そんな。とりあえず先急ぐか。でもローラはここにはいないもんな。迎えに来てくれる感じでもなかったよね。どうするんだろうマックスは。でもこのまま生き延びられたらワンチャン助かる可能性はあるもんね。人狼からも解放されて。マックス、こっち行こう。あ、なんだ、なんかある。またあ、帽子。誰の帽子これ。ローラの帽子か。戻ってきたはずだけど。はい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 、そっか、走ってる時に落としたんだっけ。いいね、この服だったら着てない方がいいけどな。まあ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 。他には何かあるか、アイテムとか。これ上上がっても意味ないもんね。おっと、ムービーか。でも人狼だから泳げないはずだから、この島からは出られないけどね。船とかもなさそうだし、ローラが乗って帰ったから。うん、何か見てしまうのか。この湖の下にも遺跡があるって言ってたからね、採石場が。泳げないもんね。泳げないよ人狼だから。え、ダメダメ、これ入ったら多分死ぬよ。溺れて、とどまろう。ダメ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 、危ねえ。今のめっちゃ揺すってきたの俺を。今のパート何だったの。いや本当にケイトリンパート来ました、ロッジで。あー、この二人ね。さあ手伝って。オッケー。この二人がなんか一番安全な気がするわ今現状。ここにいれば大丈夫だよな。そうでもないんじゃない。おっと、お約束だ。お約束の雷。ついてるかも。ついてないだろ。水が苦手なんでしょ。ああ、じゃあ朝まで湖で泳いでたらいいんじゃない。凍えて死んじゃうでしょ。別に雨の水は苦手じゃないんじゃないか。大丈夫だって。夜明けは遠いわ。ここにいるのはバレてるからすぐにやってくるでしょうね。やれやれだ。さあ、見張りやすい場所へ。ほら、
夜明けは近いわって言葉は聞いたことあるけど、夜明けは遠いわってあんま聞かない。お、なんだ、何したらいいんだ一体。探索、探索パートか、これどこ行けばいい。こういうとことかも入ってみる一回、いろいろ。なんだこの視点。あー、これ最初に来た場所だね。最初に誰か、ジェイコブか、誰かを操作して来た場所だよな。お、開いてる。閉めないと。危なっ。あー、こうやって閉めていく感じか。危なっ、ここ開いてたら入られたもんね。いやでも窓ガラス1枚関係ないけどな、あの人狼からしたら多分。こっちはん、行き止まり、あ、行き止まりっぽいなこれ。こっちはいけなさそう。奥は、あ、行ける、行けた。ここら辺も開いてる可能性あるからちゃんと見よう。お、なんかあるか、お、なんかあるか、なんもない、逃げましょう。で、こっちか。おお、びっくりした、ありがとうな、ディラン。ディラン、やたら2階に上がろうとしてるけど、ちょっと待って、まだ窓ガラスが開いてる可能性あるから全然。それだけ見ていこう。多分ちゃんと閉めとかないとダメなんじゃない、防衛するみたいな感じなんじゃない今回。扉は閉まってる、窓ガラスも全部閉まってんの。1箇所だけかな窓ガラス。こことかは入れない。怖いねー。2階上がっていいんか、まだか。なんか武器かなんかも欲しいよね。ディランが武器持ってないからさ、今現在これなんもないと。怪しいですこっちの方、超怪しいです。あ、開く、開かない。窓ガラスは大丈夫そうか。嵐だね。雨も苦手だったらいいんだけどね。勝手に自滅してくれるでしょだって。あとは、え、ここの扉もさ、なんか、あれ、ここ扉なかったっけ。あ、この玄関もなんかさ、棚みたいなの倒しとったらいいんじゃないの。なんでこっちはいいと思ってんだ。そして暖炉、別に何かがあるわけじゃなさそうなんで2階上がりましょうか一旦。なんかディランが2階上がりたがってるから、よしよし、俺が案内するよみたいな感じになってるけど、ディラン、おい、壁に向かって歩いてる。ディラン、どうした。もう多分恐怖で頭おかしくなってんだろうね。まあそれ、そうなるよな。お、これはハケットさんか。何気この2階とかちゃんと探索するの初めてかもね。あ、なんかある。何ですか、何これ。あのでかいやつの名前みたいね。ボビーか、オロゴンね。ハケットさんの兄弟なんだ。おお、ここで知るパターンなんだ。 あなたたちがむせ小屋に行った時に来たでかいやつ、ハケットさんの兄弟なんでしょ。そっか、この二人知らなかったか。うん、おい、捨てんだ。まあまあそりゃそうか、ケイトリンは襲われたからな、ボビーに。ハケットボビー N34981024、 なんだこれ、携帯電話番号か。カトリック、エーポス、なんだろう、ドッグタグ。なんかここで知るパターンもあったのかな、そのプレイヤーが。さすがにないか。こっちは寝室のようなところ、何かがあるわけではない。武器とかない、なんも、なんもないですね見た感じ。なんもないね。よし、にー、3階もあんのかここ。てか3階もあんの。3階行ったことないかもね。とりあえずこっち行く。あ、なんか待って、今なんかあった。なんだ、いつ頃のなんだろう。手がかり発見、肖像画。ずっと昔のさ、自分の絵を飾ってもナルシストだとか思われなかったくらい昔のだよ。そうだな、あ、私も自分の絵を飾ろうかな。これ証拠なんかてか。え、襲撃に備える、探し続ける。待て、一回探し続けよう。何、襲撃に備えるって。やっぱここ拠点にする感じかな、固めないと。何もできてないから今のところ。写真があるわ、3階もあるっぽいしね。3階でなんか備えたいけど、なんであの自画像みたいな肖像画を見たついでに襲撃に備えようとしてんだ。
待て待て、絶対早まらない方がいい。ここなんだ、子供たちがなんかあれか。あ、こっからも3階行ける。お邪魔します。クラスルームみたいな感じかこれ。なんかヒントありそうだけどな。お、なんだ、かわいそうに。リップいいや。マスコットなのにキャンプが始まる前に死んじゃうなんて。むしろ幸運だった。どういうこと？イアンがいた頃の名残、絵を見る限りイアンは羊のようだが、今年は誰も出会うことができなかった。え？あの地下のネームタグ、羊のものだったの？ね、知らないの？何を？キャンプの前に死んだの。じゃああの地下の人狼ってイアン？羊が人狼になったのか？人間がもなんのかな？なわけないか。イアン。ね、3階見ようよ、3階。ちょっと、ディラン、3階見なきゃ。もうちょっと、絶対に、ちゃんと、入念に、見なきゃいけない、ここは。確実にそう。あ、またある！このソファ、お、気になったか？ケイトリンも。違う。なんだこれ。これ、どこで見たんだっけ？何これ。刻印入りのジュエリー。刻印からボブ・ハケットの持ち物であることがわかる。ほう。何それ。指輪、紋章入りの。怪しいね。呪いの指輪かも。ごめん。そんなこと言うな。あながち間違ってないかもな、呪いの指輪っていうのは。呪われてるよ、絶対。全部呪われてるよ、多分落ちてるものとか。むやみやたらに拾わない方がいい、絶対。お、ハケットさんがよく使ってたやつ。ああ、これ使えんねえ。壊れた？え？壊すなよ、由緒ある品だぞ。え、絶対使えるでしょこれ。壊れてたのよ。ああ、安らかにこれ。え、違うのかなこれ。別にあれか、なんか普通にハケットさんが声を拡張しただけか。え、これ使えないんだ。これでなんかさ、あの人狼の嫌な音を出すんじゃないのか。違うパターンか。なんかある。これ何？何これ。監視カメラね。監視カメラ。何か探してたの？ビデオテープか。ああ、確かにね。ハケットさんが撮ってたよ。隠し部屋があってさ、多分そうだよ。見たいね。お、現代1個。監視カメラの映像。これ映像は見れないよね。6年前のもの。なるほど。それだけか。これ行けないんだね、向こう側の3階には。こっち側から行けないんだ。へえ。じゃあ向こう側の屋根裏部屋行ってみるか。ちょ、食い気味のディランやめて。ちょ、階段怖えんだよ。俺、階段にトラウマあんだよ、このゲームで。いや、別に襲われたとか、なんか、仲間が死んだとかじゃないよ。バグったんだよね。ライアンと。ライアンにはまったんだよ。まあ、ある意味、ライアンに殺された。からちょっと、階段に恐怖を感じてるから、今。向こう側行ってみるか。ここ調べたら、また襲撃に備えてなんのかな。全部調べ終えたからさ、出たのかなって思ったけど、違うっぽいね。この上だ。この上上がってみよう。いやー、なんか武器とか欲しいよね。もう一個くらい銃とかないのかな。隠し持ってない？ハーケットさん。ハーケットさん隠し持ってないですか？なんだこれ、ソファ？怪しいソファ。なんだ？除去。除去艇？除去校？ああ、エライザのものだ。まだ届けんだ、おばあちゃんに。もうあのおばあちゃんの言葉あんま信用してないよ、誰も。大丈夫か？あれ、でもなんもない。あ、はしごがある。なんかこのはしご使えそうじゃない？このはしご。どっかまだ4階があるとか？なわけないか。あーでも別に何かがあるわけじゃなさそう。
もう箱があるけど開けれない。あーそれだけか。これでいいのかな。まあでも別になんか武器とかもなさそうだったし、全部結構入念に調べたけど大丈夫そうだね。行ってみるか。まあケイトリンのね銃の技術があれば収益に備えられるか。ここ調べればいいのかな。またあ来た。ここ何なんだよ。行くぞみんな、備えます。よしやるぞ。暮れて明ける夏の日々、歌わないで。傷ついても強くなる。やめて。僕ら導きて二人で合わせて。どうすんなら歌うなら。歌おう僕らハケットの子。ハケット家の歌まだ覚えてなかったの。なこれ後ろから来そうじゃね。大丈夫これ。ほらほらほら後ろ怪しいってガラス。え屋根にいる。まさか煙突から。サンタさん勝負よ化け物。怖っ。ついに決戦の時。ほらアビー、もうすぐそこからしっかり。あれでも出なかったね。左下にアビーとかパートが。監視カメラ変にいんのか。あーケイトリンパートね。なんだなんだなんだ。何え、うわ。いやいや、どんな出方。やべえじゃんやべえじゃんやべえじゃんこれ。どうすんの。え上がってくる、上がってくるぞ。絶対今すぐ逃げた方がいいんじゃない。どうする。あー来てる。待つ逃げる。いや待って待つしたい。ちょっとこのゲーム待つしたいわ。逃げよう一旦。一回逃げよう、一回逃げよう。場所が悪い、場所が悪いわ。いやそんな椅子じゃ無理だって。見ただろ今暖炉壊すの。椅子じゃ無理だってそれ。あれ意外といや無理無理、絶対無理でしょ。ケイトリン大変。アビーが応援してくれてる。助けなきゃ助けなきゃ。アビー、あーやばい。おいディランはどこ行ったんだ。ディランは待って窓か。なんだこれ、左何これ。杭みたいな感じ。いやもうこっちで字読めないからケイトリン何とかして。どうにか適当にやってくれ。ケイトリンの方で何すんだこれ。あここ行くの、ここ行くの。やーべえやーべえやーべえ方選んじゃったかも。落ちんだよ。あ連打か。おい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 、カイジやってます。待て待て、おい来てる来てる、やばいこれ。あ、ぶな。え、あ、ぶな。え、めちゃ雑魚じゃん。意外とやっぱ焦点定まってないのかな。いやー登ってくるか。とかディランは逃げる隠れる。いや隠れるか正義。おーディラン、だいたい隠れればいいからこのゲーム。あーここにね。早くごめん、字幕で早く、字幕ではごめんだったけど、やばい名越、字幕ではごめんだったけど心の声燃えたね。早くってやばい。皆さん僕の親指を応援してください。これは安全になったら話すのね。安全になったらまだ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 で、これメーターが下まで。今安全か、今安全か、本当に行くよ話すよ。はい、どうだ、安全らしいけど。大丈夫これ。はいはい、ディラン大丈夫か。
ディラン大丈夫かなこれ。ちょっと待って、ディランを生贄に、まさか。ああ、よかったよかった。なんでディランはどうやって来たの。降りて分岐更新。お、あ、マジ。いや無理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 だよそれじゃ。どうする。あー来た、料理してやろうキッチンで。マジでまた。大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着けば大丈夫だから。これは絶対見つかんない。わあでけえ。大丈夫大丈夫大丈夫、全然問題ない。いいよ、まだ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 、今です。今大丈夫、今音鳴んなかった、あいつが出した音か。逃げるか。冷蔵庫、冷蔵庫って何。待て待て待て、冷蔵庫です。ここはよくわかんないけどな、冷蔵庫っていうのが。あ、冷蔵庫に入れて閉じ込めるってことか。いやそんなことできる。おとりを使う、隠れる。おとりを使う、何おとりって。あ、ぬいぐるみ。このぬいぐるみ最初に取ったよね、アビーで。遊んでくれるかい。あ、出た、行け、閉めろ、ゲートに閉めろ。ナイス。ドアを閉めながら叫ぶって書いてあるけど誰も叫んでね、俺が叫んでた、俺のための字幕、今の実況よ。よくやった、完璧じゃないですか、銃を使わずに。あ、誰だこれ。あ、この3人か。ローラ、気まずい気まずい。6年前何があったの。で、6年前何があったの。火事があって大勢の人が犠牲になったんだよな。そして今人狼と亡霊が森をさまよい、亡霊の方は行方知らずになった幼い我が子を探してる。そうか、それがサイラスなんだな。くそ、長い話だ。短いじゃない。火事があって犬の子サイラスが逃亡、家族を噛まれたけどなすすべなし。この3人の会話おもろ。おい、過去の出来事は関係ない。いや関係あるでしょ、せめて何と戦うかは分かってないと。相手は人狼と化した凶暴な少年だ。この6年間満月の度に手を尽くして探してきたが尻尾をつかむことはできなかった。文字通りな、そいつがついに姿を現した。おそらくこの機会を逃したらチャンスは二度とないだろう。なるほど。で、そいつの居場所は。闇雲に走ってったって見つけ。後ろ後ろいる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 。あ、あ、大丈夫か。おい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 、なに、あ、右右、危な、力む。待って、気絶してない。ライアンもじゃない。銃を掴む、ハンドル握る、ハンドル握る。スコール、スコール、スコール。トラビス、トラビス、下に。トラビス。連打か。トラビス起きろ。あ、よかった。大丈夫、大丈夫だ、捨てていいの。あ、オッケー。おい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 。やべえって上が。はいはいはい、急ブレーキね。うわ、これどうだ。落ちた。おお、あれがサイラス？うわ、引いた。あいつはどこ？消えるはずない。近くにいるはずだ。分岐更新された。え、降りんの？危なくない？正気なの？
え、ライアン待てか。え、みんなライアンのこと忘れてない？後ろどうなってんのあれ、ライアン。あ、よかった。着いたのか。着いたぜ。大丈夫？遅いだろ。ああ、忘れたでしょ。さっきよりはな。絶対忘れたでしょ、ローラ今。とどめを刺しに行くのか。こっちだ。結婚がある。恐ろしいな。ここで何があったんだ。二ヶ月前道路を外れた場所。私を撃つべきか迷ってるんだろう。え？ああ。いいと、撃てばいい。何？いつもなら人狼の血で匂いを消すんだが、危険だぞ。命がけだが、終わらせるか。あれ、人狼の血だったんだ。うわぁ。決意、やろう。とりあえず、これで終わりじゃない。やろう。終わらせよ。やるしかないでしょ。やるしかない。やろうぜ。やろうぜ。トラビスも言ってくれ。おう、やろう。うわー、怖えな。これからどうなるんだ。アローラか。4時31分。これトラビスが持ってた方がよくない？武器でも。めちゃくちゃ不気味な雰囲気。そうだね。ポッドキャストで言ってた以上だ。油断するな。ここで見たの？見た。見たというか、人を跳ねたと思って確かめようとして降りたら、あれが。あれ？年を取った女が同じ言葉を何度も繰り返してたの。そうよ、サイラスって。うん。ありえない。一体何を。地下トンネルで俺も見た。エライザ・ボレス。ボレスって言うんだ。サイラスの母のはずだ。はず。彼女は何者。何者。恐怖の宴というサーカスの団長だ。6年前ここに息子を檻に入れ、犬の子サイラスと死んだはずだが、まさか亡霊に。ハケット採石場のローバー以来サイラスを探している。火事の原因は。嘘、まだ何か隠してるの。言ってくれよ。君が殺したケイリー・ハケットは誰よりも優しい思いやりのある子だった。ケイリーは救い出そうとしたんだ。檻の中の少年を魔女の手から。どうやって。悪意はなかったんだ。トラビス、ケイレブに火をつけさせたんだ。麦わらを燃やし注意を引きつけ、その間にサイラスを檻から解き放とうとした。でもしくじった。ああ、火が回りみんな死んだ。一瞬だ。エライザも他も。ケイリーはサイラスを解放した。だがケイレブが噛まれた。
それでサイラスを探そうとしたのね。それで探してたのね、サイラスを。この6年間満月の旅にな。すごい執念。なるほど、これが残骸だ。これはひどい。ねえ、痕跡は？ここだったんだ。何も。うわ、こんなの見たことない。だからローラが最初にここだったとは。サーカスの箱を見つけたんか。あれあれも全部伏線だったんだ。なんでこんなとこにあんのって思ったけど。ライアン、ライアン気をつけろ、一人で行くなお前。何やってんのライアン、ライアン、おお、ライアン、ローバだ、エライザだ。あ、もういるいる、後ろの木にいない。近い近いぞ。え、後ろの木にいない今。みんな見たか。信じられんが。ああ、なんかもう全部の背景にいそう。いないよな、ここには。全部の背景に映ってとかやめろよ、エライザが。いないか。なんだなんだなんだ、これは。犬の子サイラス。ああ、ポスターか。最初見つけたっけ、このポスター。気をつけろ、ここだ。ここ、サイラス。あ、いるいる。え、寝てる。そう、なんてこった。こんな、え、どうしたらいいんだこれ。撃つ、うわ、俺これ決断迫られるな絶対。ほら、何してる、さっさと撃たないか。え、怒んなって。おい、いや撃つべきだよな、撃つべきだよね。じゃあ構える、撃つべき撃つべき、え、絶対撃つべき、これは。だよな、本当にいいのか。やめろってライアン。え、どっちだ。ちょっと待って、え、待って、なんもないよね他には。撃つぞ撃つぞ撃つぞ、いけ。あ、どうした。分脚艇倒した。これでよかったんだよな。早く行こう、出るんだ、ここを。人間の姿に戻る前に。もう遅いよ。え、でも元凶の人狼を倒すと白狼。あ、おばあちゃん怒ってるでしょだいぶ。何もかも分かったつもりでいるんだろう。自分を賢いと思っているわけだ。まあ俺は賢いけどな。助けてやった。警告もした。気に入りかけていたのに。だけどそれも終わりだよ。あいつらを使ってサイラスをあんな目に遭わせて。怒ってんね。お前さんに取り付いてやる。やめて。夜が明けても私からは逃げられやしないからね。そうさ、やめて。闇の中からする物音も、影から聞こえてくるささやき声も、首筋にかかる吐息も、すべて私だよ。覚悟するがいい。決して許しはしないよ。決してね。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いこと言われた。これどうなんだ。え、何この BGM。 え、何この BGM。 え、ちょ、え、やめて、これ何、エンディング。 Come follow me。
あ、歌うのやめて。終わったのかな。なんか終わってそうじゃない。誰のパートも始まんないからね。どうなった。お、マックス生存。マックスはただ一人島に立っている。あ、でもマックスは人狼で解けたんだ。そう、エマね、エママックスに殺されたんだ。やっぱりこれ、ね、全員分出んの。ボビーハケット生存、無償でかわした。すごすぎ。おじいちゃん、ジェデダイヤハケット。おお、よかった、生き延びたんだ。ああ、クリスからコンスタンスを守った。え、あ、そうだね、クリスハケット撃っちゃったもんね。でもあそこ撃たなかったら死んでたもんな絶対。ジェイコブ、ああ、ごめんなジェイコブ。ケイリーハケット、人狼となったクリスと間違えられローレンに射殺された。お、ニック、ニックを含む全員の呪いが解けた。よかった。アビーも大丈夫だもんね。安全なシェルターからクリス・ハケットの隠し部屋までなんとかたどり着けた。ケイトリン、ケイレブを冷蔵庫に誘い込むことができた。ケイレブだったんだあれ。ディランは生きて朝を迎えることができた。そうだね、ケイレブ・ハケット死亡なんだ。でもそっか、凍りついている。トラビスはついに6年間の家族を苦しめてきた呪いに終止符を打った。あ、そう、ライアンね。そっか、ライアンは噛まれたけど呪い断ち切ったからね。ローラも生存、義の玉で射殺し、その晩を生き延びた感染者全員。サイラス・ボラス、ローラの行動のおかげで犬の子サイラスは死んだ。ハケット採石場の呪いは解けた。結構いいエンディングなんじゃないこれ。あ、警察車両が、あ、みんな帰ってきたのね。呪い解けたエンドだ、よかった。これでも全員を生存させるってこと可能なのかね、気になるね。サマーキャンプで不可解な殺人事件、エンディングだ。どう思うアントン。なんか始まったな。臭いな。単に未解決事件って書けばいい。なんか始まったな。ポッドキャストかこれ、うん、普通ならそう書くところね。何これ。でもノースキルの記者もおそらくは直感しているのよ。めっちゃ面白かったな。でも超常現象だって、うん、いや、競合相手がいないせいでろくな記者が何が始まったこれ。オッケー、ポッドキャスト、いつもの毒舌が始まっちゃう前にポッドキャストを始めるとしましょうか。なんか始まったって。ハケット採石場の話は終わったと思ってたよ。あれとは違う。俺も終わったと思ってたわ。ハケット採石場の話よ。これ3ヶ月前のニュースだ。これ何、エンドロール2ずっと流れるみたいな感じ。アントン、まずは挨拶。超常現象専門ポッドキャスト、世紀の不思議体験へようこそ。どうも。グレイスよ。アントンだ。グレイスとアントン。噂は本当か。何気ない日常に隠れ潜んでいる超常現象を徹底追跡。それっても何気ない日常じゃないと思うけどね。心霊現象や超常現象、うん、これらは果たして実在するのか。ないな。うんうんうん。ああ、いいねこの二人。そうね、帽子に保険はかけてある？アントン、今からあなたの頭をドカンと吹き飛ばしてあげるから。帽子に保険をかけてるかって。そう、大事にしているものにはきちんと保険をかけておかないとね。帽子か。そう、まあ、言いたいことは分かったよ。何これ、ずっと続くの？ハケット採石場の話を蒸し返したのにはちゃんとした理由があるの。ほう。進展があったのよ、少しだけね。ほうほうほう。いくつか情報を得たわ。まだ疑ってるけど聞くよ、帽子付きでね。そう言ってくれると思った。ちょ、え、なんで笑ってるのさ、よせよ気持ち悪い。なんで、この綺麗な歯並びを拝みなさいよ。綺麗な歯だね。ありがとう。私の歯についてはリスナーさんの多くが初耳だったかもね。なんかイチャイチャしてるなずっと。事件の内幕を知っている人から連絡があったの。ほう。今日の配信ではその人から得た興味深い情報について詳しく伝えるから、どうぞお楽しみにね。そんな人いたんだ、どこの誰？うん。え？
内部告発者ってやつだろ。そんなのどこにでもいるわ。誰も聞いてないポッドキャストの配信なんかやめろっていう内なる声とか。内なる声じゃなくて、私が言いたいのはね、とりあえず匿名の情報提供者としましょう、うん、この件を不思議体験と思ってる人が私以外にもいるってことよ。その人たちからコンタクトがあって、うん、荷物が届いたの。荷物まさか開けてないよね。この番組のリスナーなんて信用できないぞ。おい、自分の視聴者何言ってんだ。開けるのが待ち遠しかったわ。じゃじゃーん。匿名での情報提供？さて、約束したわよね。この番組の配信初日に、うん、ちゃんとした証拠を見せたら、あらゆる可能性を検討するって。覚えているでしょ？確かに言ったよ。それに、あなた、ちゃんとした証拠を目にする日なんて来るはずないからね。それじゃあ、荷物を開けて判定しましょう。送られてきた情報は、偽物か、それとも本物か。わかった。よし、やろう。リスナーのみんな、この番組を聞いてる既得なやつから届いた荷物を開けるぞ。送った本人がこれを聞いていたら、中身が何であれおめでとうって言いたいね。気になるね。何これ、テープでぐるぐる巻きになってて。ねえ、ちょっと手伝って、テープを切るから、うん、鍵かなんか持ってない？やだよ、鍵がベタベタになるだろ。手を使えよ。いいから鍵を貸して。あんた、ここカットして、ポッドキャストでも。いやだ、自分のを使えって。鍵なんかかけないくせに。いや、かけるに決まってるだろ。何よ、何か隠してるの？隠すって何よ、戸締まりくらいするだろ。そんなことしないわよ。幽霊は信じているくせに戸締まりはしないのかい？幽霊はね、ドアを開ける必要ないの。壁を通り抜けられるのよ。そうかい、まあそうだね、悪いやつに殺されても知らないぞ。行方不明者のこと覚えてる？ああ。彼らのカメラに残されていた写真を。待って待って、箱の中身何だったの？って言ったら、ね、二人がハケット採石場にいた証拠よ。カメラがそこで見つかったらしいわ。僕ならたまたまそこでカメラを落としたって考えるね。じゃあアントン、聞くけれど、どうしてカメラを落としたの？根っこにつまずくとか、何かにぶつかるとか、あ、段差とか、あ、石につまずくとか、あるいは殺されるとか。カメラなんか持ってなければ行方不明にならずに済んだかもね。これエマのカメラか。さあね、森で迷子になったんじゃない？でもあれスマホだったか。遭難者って多いんだぜ、ありきたりだよ。他にもあるの。え？有力情報を教えてあげる。実はね、二人のバッグが見つかったらしいの。おう。なんとサマーキャンプ場でね。あのパソコンに一応出てるな、ね、でも画像が。じゃあどうして誰もそのことを知らず、ハケット家は容疑者になってないんだい？そこなのよね。ハケット家は二人の行方を知っているのかも。大掛かりな隠蔽工作って線も考えられるわね。それはちょっと飛躍しすぎじゃないかな。ハケット家についてもう少し話した方が良さそうね。確か代々続く地主なんだよね。そう、最初にあの土地に住み着いたのは罠漁師をしていたおじいさんのおじいさんのおじいさん。勝手に住み着いたの？そうよ、旗を立てて自分の土地だって宣言したの。めちゃくちゃだな。なかなかいい根性してるね。でね、その人の代の時にケーガンを見つけたんですって。ケーガン？期待通りの質問ね。豆知識よ。まんまニューヨークの建物は一つ残らずケーガンが使われているの。全部ってことはないだろう。いいのよ、こういうのはざっくりで。雑だな。それはさておき、ハケット家はこの二人のコンビニだ。ケーガンの採掘で大成功を収めたけど、セプティマス・ハケットの代にいかにも悪そうな名前よね。罠漁師の7番目の息子よ。ちなみに7には神秘的な力があるんだけど。いいから。採石場は閉鎖。土地だけが生きる糧になったわけだ。そう、だけどその土地っていうのがね、とにかく広大なの。深い森に覆われていて、誰も立ち入ったことのない場所もたくさんある。なるほど、何かを隠すには最適だね。とりわけ人に言えない秘密を抱えている風変わりな一族にとっては。でね、ここから話は超常現象の領域に入っていくわけ。いいよ。この土地はね、全て呪われているの。またそれか。またそれか。終わった。もうめっちゃいいとこで終わったぞ。え？いや、めっちゃ気になるとこで終わったじゃん。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。クアリー。
めちゃめちゃ面白かったな。いや、久々にさ、こういう選択で物語変わる系のゲームやったけど、このゲームに関してはエンディングやばそうだね、カズ。全員生存ルートちょっと行きたいね。まあ皆さんのね、声が多ければ行きたいと思います。まだなんかあんま謎も解けてない感じはするけど、一応白狼のサイリーだっけを倒したから、まあ一応一番いい結末にはいった気がするけどね。どうなんだろう。まあちょっとおばあちゃんに対してね、呪われた状態で終わったからどうなるかわかんないけど、ちょっとまあ皆さんぜひね、いろんな考察とかを書いてみてください。でも僕は総評するととっても面白かった。久々にワクワクしたわ。面白かったね。はい、ということで、まあね、エンディングはめちゃめちゃあるらしいんでね、まあ、皆さんも各自やってみてください。はいということで、また次回の動画でお会いしましょう。本当にご視聴ありがとうございました。じゃあバイバイ。